みなさんこんにちは。今日はプリパラのミルフィーコレクション、ね、コレクションコレクションミルフィーコレクションワンピセレクション2だね。ワンピコレクションワンピセレクション2ワンピセレクションうん、うん、プリ始まるプリえワンピセレクションは初めてだね、これね、買ったのね、うん、これ、今日は何個ですかね10個、うん、じゃあ10個開けてみようか。はい、じゃ先にハサミで上手です。ママ、これ白もある？わからない、ママもわからない、見てみない。でもね、白あったらこれと似てるよね。わからないよ。ラインナップは全10種類です。アイドルチケット1枚とコーデチケット1枚パック目開けていきます。おおラーラちゃん、ラーラちゃん、かわいいね、うん、焼きたてクッキーメルヘンワンピ。シューズないね。シューズレアシューズないね。ママシューズ出るのか。裏はアゲアゲだね。アゲアゲ、アゲアゲアイテム、レベル20、20持ってなかった、うん、トゥインクル、ありがとう。アイドルマイク、ラーラちゃん、ソフィーちゃん、ソフィーちゃん、あ、ちょっとずれてる、ずれてる。ワンダーランド、バイオレットワンピー、レア、レアレア、あげあげ。ソフィーちゃんだからホリックトリック、アイドルメイク。ママ、また20レベル。ポンジョーソフィー、うん、あ、かぶった。あー、ちょっとかぶりました。ラーラちゃんです。同じ時と同じで焼きたてクッキーメル裏も一緒だね。うん、おー、ドロシーちゃんです。スマシメイドフレッシュワンピーのね、あげあげ、フォーチュンパーティーアイドルマイク、かわいいね。なんて書いてある？ん？ドロシーウエスト名前、スプリカ学園の中学2年生元気いっぱい小悪魔&わがままアイドルだけど、ラーラたちと出会ってからちょっとは素直になってきたかもしれないって感じ。ふーん、そうなんだ。かぶった。おお、かぶったね。でも可愛いからいいや。かぶった。あけち20レベル。あ、ミレイちゃん。あ、ミレイちゃん出た。あ、可愛いね。ドリームワンピーレア、アゲアイテム、キャンディーアラモードアイドルマイク、レイちゃん、うん、これ着物だっけ？間違えたかな、着物だと思った。ファンシーリボンワンピーノーマルゲー、フォーチュンパーティーアイドルマイク、また同じたった今出たやつだね。かぶりました。裏も同じ。なんて書いてある？プリカ学園の中学2年生ドロシーの双子の弟だよ。男の子なのにプリチケが届いたからってドロシーと一緒にプリパラアイドルになっちゃったって。はい、レイちゃんだね。シューティングドリームランで裏も一緒です。いきます。お、着物。あー、出た、かわいい、ね、出た、かわいい。ラーラちゃん、ラーラちゃん、
アジアンチャーミングドレス。ノーマルだね。かわいいね、これね。うん、はさっきのラーラちゃんと一緒だね。一緒でした。2つは背景がつながったね。ここにプリパラってちゃんとつながったしね。うん、もしかしたら全部つながるのかもね。でも他のはもうつながんなかったね。これつながる、そのつながる気がする。つながない？あ、で、ほら、こう、つながる？ラーラちゃんとミレイちゃんもね、こう虹のところもつながったし、ここのカーテン、ここもつながったし、つながったね。ソフィーちゃんもつなげてみたけど、ソフィーちゃんはちょっと違うのかな？間になんか入るのかもしれないね。ね。全部揃ったら全部きれいにつながるのかもしれないね。10種類中6種類揃いました。あとの4枚はね、かぶりました。はい、かぶっちゃったからね。6種類が揃いませんでした。拍手。入ってました。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。でっかいね。どこで切って一気に食べちゃう。これが一番お気に入りのワンピです。かわいいね、これね。かわいいワンピでしょ。ドレス、かわいいワンピ、うん、はい、した。それではバイバイ、また見てね、バイバイ。